よし、行こう。もう何回オープニングトークを取り直してるのかと。ホーネットマンね。8ボス最後のボスだな。8だけに。わははみたいなオープニングトークを何度も何度も取り直した結果、このオープニングトークダメだってことに気づいた。またお前かよ。もうお前見飽きたよ。お？なんだあれは。どんどん鼻が。あーよ。どうしろと言うんだ。いやー。いやー、うわー、無理くせー、これ、うわー、ダメージ食らいすぎ。よし。今回はね、雑魚敵の名前覚えてきたからね。こいつ、シザシザーって言うんだぜ。ハサミだからシザシザーなんだろうな。シザースじゃなくてシザシザー。あ、これ全然面白くできる気がしねえ。こいつな、ウツボカズラみたいな顔してるだろう。ボカズラって言うんだぜ。あ、全然面白くできる自信がねえ、これ。あー、しかもワンアップ取り損ねた。でも、別に特殊武器をステージ中で使わないっていう縛りはないので。全然これは、非難されるいわれはないねえ。噛んだねえ。ちゃんと壊してくれよ。オッケー。花時計。あぶー。花びらん。名前、花びらんって言うんだぜ。俺のせいじゃねえよ。スタッフのせいだよ、これ。だって花びらんはねえもん、いくらなんでも。あー、花びらんにやられた。ブルースの方が散っちゃった。しかも最初からか。ちなみにこいつ、キャリキャリーって言うんだぜ。もうやる気ねえだろ、スタッフ。シザシザーとキャリキャリーじゃん。ちなみにこいつの名前、フラワープレゼンター TMC って言うんだって。かっこいいこいつだけ。ズリーしかも強え。フラワープレゼンター T と M と C らしいんだけど、無心だし。こいつは T なのか M なのか C なのか。チューリップとサボテンと謎の花があるんだよね。ゲームオーバーじゃん。雑魚の名前に触れてる間にリアクションできなかったし。触れるんじゃなかった。雑魚の名前でも覚えてくれば、少しは面白い実況できるかなって思ったんだけど、すげえうめえ。うめえ。感動した俺。この実況見て。実況見てっていうか、俺がやってるんだけど。うめえ。なんで？にゃーん。お、しかも前のマップからの続きで撃っていくスタイル、ちょっと今のところ完璧じゃない？あ、いや完璧だ。危ない、危なかった。よし、ここで中ボスを倒して有終の美を飾ろうぜ。トントントン。根性のない花だ。一回打たれぐったぐらいで引っ込みやがって。花時計。うわー、もうここきつい、そこに出てこられると。うわー、こいついやらしいところに出てくる。卑怯だぞ。正々堂々と戦え。おい。よし。よし。いっ。オーケー。ここで中間ポイントだな。おー、順調じゃねえか？今回でクリアじゃねえか？ 3 機あるじゃねえか、しかも。なんてこったい。いやー、うわー、やべー。あと1回で死ぬな、これ。うっ。出てくるだろ、また。ほい。お、いいんじゃねえ。おー、よし。うまい。うまい。怖い。よし。サボテンの針が刺さった音。
で、飛んで、消える。で、回って、おい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 、お前下下がっちゃいかんだろ、スライディングしたんだけどね。うん。うわー、無理だー。なんという弾幕。ひどすぎる。大体何用ロボットなんだお前。完全に戦闘用ロボットだろその機能。ミサイルを発射する機能を有する意味がわからん。多分あれなんだろうな、サッカーボールを火山とかに。うわー、考えてなかった、死ぬ。サッカーボールを火山とかに突っ込むとこのロボットに迎撃されたりするんだろうな。恐ろしい。子供が死んでしまう。いや、無理だと思うんだわ、俺。でも、ギリギリ、上を。ここが、いけー、いけー、おほほほほ。なんという対空砲か。よし、まだある。まだあるぞ。あそこまでで体力も残さないと絶対ダメだ。慎重に行こう。よし、むし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 。ここ慎重に行こう。よし、いい。で、下出てくるだろ？で、ジャンプで避ける。よし、完璧。オッケー。で、ここもノーダメージできる。ほい。で、消えて。ていくと、でここはまあ気合だな。後ろを向きつつうわバカか、俺何取りに来てんだよ、取りに来なくていいだろこれ。でも結果的に得した形になった。なんだかよくわからないけど、うわーうわー楽、うわーこげかこげかこげー。よーし、お前は前回も来たいたけど16ダメージ与えてくるから油断ならんが、あと一機開口。久しぶりだな、ゼルダ実況の時には世話になり申した。外した。無理くせー。縦で弾けてくれよ、そこは。無理か。先生強いよ。ちゃんと貯めていこう。前回はちゃんと貯めていなかったのが範囲だ。そしてちゃんと蜂を潰していく。一匹一匹。まずは貫通できるはず。貫通しろ。貫通したけど、敵には当たんなかった。よし、避けろ。うわ。オッケー。うぎぎ、うぎぎぎバカ。あまりよほほほほもや。よし。なかなか強いな、やっぱり。ホーネットマンは。俺が友と見込んだだけのことはある。うわ、バカ。そこは、ダメなの？ああ、ダメっぽい。ポンポンのポンポンのポン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 のポンポンのポン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 のポン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 。意味ねえ、もう。はあ、いける、今回はいける。ぴょんぴょん。うう、きつい。ちゃんと溜めないバカ。二つのボタンを同時に操作できない。うわー、サクサク動画だー、こりゃ。サクサクー。あー、何してんだ、俺は。勝てる。頑張れば。諦めんな。絶対合格できるぞ。
頑張れ受験生のみんな、寺蔵も応援してる。やったー、盾つえ、素晴らしい盾の効果。今狙った、狙ったから、いや本当に狙ったから。狙ってないよー。なんで今後頭部に突き刺さったの。前見ようよ、せめて盾で防げたかもしれないよ。よし頑張ろう。うわうわうわ、くそったれくそったれ、くそくそ、2発しか出ないの、なんとかならんのか、ブルースくーん。弾が2発では倒せないよ、蜂を。スライディングを有効活用しながらなんとか倒していきたいんだが、よし、あ、くそ、一匹になったというのに。ふう、バカか、バカか、全然当てられてね。イエーイイエーイ、強い、マジで強い、こいつどうやって勝てばいいんだ。ちょっとなんか攻略ムービーを見ていきたい。どうやって倒してるのこれ。強くね？ごめん、俺が攻略法分かってないだけなんだろうけど。松先生強いっす。よし、あ、全然こいつに当てれてね。よし、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 当たらね。よし、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 いいぞ、勝てる、勝てるか、全然勝ててねえじゃねえかよ。当たんねえし、みよー、強い。うわー、マイクが、マイクが飛んだ。マイク飛ばした、マイクが吹っ飛んだ。森崎くん吹っ飛ばされた。マジかよ、こいつ。俺相当頑張ったぞ。今夜の2時半です。ないって。まずい。ガー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 ギブマーガー。ここタイミングむずくねえか。あ、そうだ。打ってしばらく待つんだ。よくわかった。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほどね。なるほどなぁ。タイミングが重要なんだ。ここはいいのかな？で、打って、待って、前進んで、なるほど！これはよく考えられている。素晴らしい。スタッフやるじゃん。なんで偉そうなんだよ。ありがとう。こんな素晴らしいゲームを作っていただいて、そちは大満足じゃ。おー、消える、弾が避けてく。おい、あ、バカ、なんでそこでスライディングなんですかね。どう？オッケー、ワンアップ取り逃したのが痛いな。チュン、行くぜ。あ、バカ。うわ。あ、突っ込んでってどうする？苦手すぎるなぁ、これは。結構ギリギリで負けるなぁ、毎回。でもステージは慣れたんじゃないの？そうそう。この毎回慣れてない。慣れた、さ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 、喋ることにまず慣れてない。あれードン、ドンの、トントンとトントン、トントントンの、トンがトントン、トン、
トン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 。ちょっと休む。あっつい。じゃあ今日もやっておこうかな。まあ、でも今回あたりでクリアできるんじゃないかな。疲れたなぁ。完璧なプレイングでクリアしたいけど、そうもいかんのだろうな。あー、ここどうしてもいかない。あー、もうジャンプのタイミングもっと早く。なんでできんのだよ。くそ、下るのやだよー。また新しい曲ができてしまった。落ち着いていこう。よし、もうダメ。パッパラパッパパッパッパラパッパッパラパッ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 パラパッパラパッパッパッパラパッパッパラパッパッパッパラパッパッパッパラパッ。こういう風にね、実況動画内で曲を歌うとですね、音合わせがしやすいんですよ。だから歌いたくて歌ってるわけじゃないんですけど。えい、そこだーい。よし、いいぞ、いい子だ。おなしくしろ。なんむ、いいんだ、中ボスは倒せればいいんだ。習慣を針に刺さって死ぬんだけはやめよう。よし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 。あーしよ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 し。ここも待つ。そして行って待つ。そして進んでジャンプで、うん、完璧だ。もうこれでボスまで行けるんじゃないか。コインので待つと。あー、楽楽で、後ろ向くと、あ、撃っちゃったけど死んでない。大丈夫、あいつ倒してない。別に倒してない、倒してません。セーフです。関係ないです。バスター縛りじゃないんで。必死か。こいつはロックマンと違っていつでも安全に抜けられるから。よし、今回はもう完璧だろ。4機残ってるでしょ。だよな、勝った。まあ、このせっかくだから、この回で勝ちたいけど、まあ、そう甘くはないんだろうな。スマホ初当たったら死ぬわ、こっちは。うわぁ、おい。あー、ダメだ。あー、全然攻略法が確立できてないことがバレバレだ。視聴者に。うるさい。俺は勝つ。すぐジャンプショット打つ。忘れんな。あ、バカ、ミスった。あ、でも当たった。よかった。ふ。あ、バカ、今のは避けれたよ。もうなんでジャンプするんですか。勝てねえな。素晴らしい。今回もサクサクプレイで終われてねえけど。よかった。ん？ヒーロー。かわいい。ついに味方になってくれた。久しぶりだな、ハチ先生。ということで、今回もありがとうございました。次回もぜひご覧になってください。ちょっと違う人。そこの人は違う人。死に見入られた少年と
黄金の勇者が織りなす感動巨編、絶望と隣り合わせの心温まるストーリーがデジタルリマスター版で現代に蘇る。お渡しきゼルダ剣盾禁止、ニコニコ動画で絶賛公開中。 Don't miss it!